ウィリアム・オースリーは19世紀アメリカ合衆国の政治家、弁護士であり、第16代ケンタッキー州知事、ケンタッキー州高訴裁判所陪席判事を務めた。また、ケンタッキー州議会の上院と会員双方の議員も務め、ジェームズ・ティーモア・ヘッド知事の時には、ケンタッキー州州、ストム長官だった。オースリーは、ジョン・ボイルのもとで法律を勉強した。 ケンタッキー衆会員議員を短期間務めた後、ボイルと共に、チャールズ・スコット州知事から、控訴裁判所判事に指名された。この判事である間に、旧裁判所、新裁判所論争に巻き込まれた。1824年、州議会は、債務者救済法に関する裁判所の判断に不満を抱き、控訴裁判所を廃止して、新しい裁判所に置き換えようとした。 しばらくの間新旧の裁判所が同時に運営され、双方が州内の最終審であると主張した。旧裁判所の支持者が議会の支配力を取り戻し、1826年には新裁判所を廃止した。オースリーはその2年後に高訴裁判所判事を辞任した。1831年、オースリーは衆議会に復帰し、1834年にもヘッド。 州知事から州務長官に指名されるまで務めた。1836年には法律実務を再開したが、1843年にはそれもやめた。翌年、ホイック党の州知事候補に指名され、選挙ではウィリアム・オーバトラーを破って当選した。オースリーは財政面で保守的な政策をとり、州の負債を削減することができた。米国戦争には、 反対していたが、ケンタッキー州から多くの志願兵が従軍した。州務長官のベンジャミン・ハーディンを罷免した時に、オースリーの人気は急速に衰えた。ハーディンは、罷免について裁判所に異議申し立てを行って勝訴し、オースリーの行動に対する抗議で辞任し、その役人指名について、援護主義だと告発した。リーは知事を辞めた後は公職を求めようと。 しなかった。オースリーは1862年12月9日に、死に、ダンビルのベルビュー墓地に埋葬された。ウィリアムオースリーは1782年3月24日に、バージニア州で生まれた。父も同じ名前のウィリアム、母はキャサリンであり、その13人の子供の3番目だった。1783年、オースリー家は、ケンタッキー州林間郡に移転し、 クラブオーチャードとスタンフォードの開拓地の間に入植した。O3 は地域の公立学校でしか勉強していないが、同級生たちよりも成績が良かった。1802年3月30日、ケンタッキー州民兵隊第26連隊の副官に指名された。O3 はしばらくの間軍の学校で教師をしており、 1803年には、生徒の一人だったエリザベスギルと結婚した。エリザベスは17歳になるところであり、オースリーは21歳だった。夫妻には6人の子供が生まれた。教師をしている間に測量法を勉強し、副測量師にもなった。後には、林間軍の上級保安官だった父の下で、副保安官を務めた。その職を務めている間に、ジョン・ボイルの関心を引き、ボイルは、 増車の利用を申し出てくれた。オースリーはこの機会を利用して、ボイルと共に法律を勉強した。1809年、オースリーはゲアディド軍で法律事務所を開いた。1809年、オースリーはケンタッキー州会議員,議員に選ばれ、一機を務めた時に、その政令機が始まった。1810年、チャールズ・スコット州知事がオースリーを ケンタッキー州高訴裁判所売席判事に指名し、オースリーの教師だったジョン・ボイルと共にその職を務めた。その指名から間もなく、衆議会が裁判所の判事数を減らしたので、オースリーは辞任した。1811年には、下院議員に再度選ばれた。1813年に高訴裁判所判事に、秋ができた時、アイザック・シェルビー州知事が再度オースリーを判事に、 指名した。オースリーが判事を務めていた間で最も重大な判決はケンタッキー州対ジェームズ・モリソン事件のものであり、第2合衆国銀行はケンタッキー州に視点を持てないというものだった。後にアメリカ合衆国最高裁判所がこの判決を無効にした。二つ目に重要な判決はオースリーも関わったブレアタ対ウィリアムズ事件判決であり、 1820年の同産専有回復法を取り消したものだった。この法は債権者がケンタッキー銀行の紙幣での支払いを受け入れない限り、債務者はその債務返済を2年間延長できるとしたものだった。オースリーとその仲間の判事は、この法がアメリカ合衆国憲法に規定される契約条項に違反していると考えた。この判断は、 ケンタッキー州民の間で著しく不評だったが、関連のある、ラプスリータイブラッシュカーズとバー事件に対する、裁判所意見で再確認された。これら判決の後で、議会は、判事3人をすべてその職から罷免しようとしたが、弾劾に必要な3分の2多数までは届かなかった。議会は続いて、控訴裁判所を廃止し、新しい裁判所を作ろうとしたので、旧裁判所、 新裁判所論争が始まることになった。旧裁判所の判事である、オースリー、ジョン・ボイル、ベンジャミン・ミルズの3人はそのまま判事の職を続け、一方で、債務者救済派の判事4人による新裁判所が議会によって組織された。しばらくの間、新旧の裁判所が州内の最終審であると主張したが、1826年には、旧裁判所の支持者が、 議会の支配力を取り戻し、新裁判所を廃した。旧裁判所、新裁判所論争を通じて裁判所を監督していた、主席判事のボイルが1826年に辞任した。1828年12月ミルズとオースリーも辞任した。彼らの辞任は、破れた新裁判所派から人民の意思に反してその職を保持しているという批判を黙らせようとしたものだった。 旧裁判所支持派は、両名が議会によって再指名され再確認されれば、新裁判所の告発を信用できないものにできることを期待した。この年に新たに選ばれたトマスメトカーフ州知事は、議会に対して両名を再確認するよう提案したが、衆議会上院で否決された。これで判事としてのオースリーの任務は終わった。当時ジョン・ボイルを除けば、 高訴裁判所判事として最長の任期になっていた。オースリーは法律実務に復帰し、まもなくその業務量のゆえにフランクフォートへの移転を強いられることになった。1831年、オースリーはケンタッキー州議会に復帰し、1832年から1834年は衆上院議員を務めた。 1833年には、ヘンリー・クレイの大統領選挙人にもなった。1834年、ジョン・ブレシット州知事の死により、ジェームズ・ティモア・ヘッドがその公認になると、1834年から1836年という、その短い任期のために、オースリーを州務長官に任命した。1843年、オースリーは法律実務から引退し、 ボイル軍に農場を購入した。1844年、O3 はホイック党公認で州知事候補となり、民主党候補のウィリアム・オー・バトラーを59,792票対55,089票で破って当選した。リーは財政面で保守的な政策を取り、州の負債をわずかに減少させた。火事で損傷を受けた州刑務所の再建は躊躇した。 歳出には控えめだったが、衆議会に公共教育の予算拡大は奨励した。金以外の何もそれをなさない。適切な部門、すなわち議会がその予算を上げる要不要を判断することを任されていると宣言した。これに対して議会は公共教育に資する少額の課税法案を通しただけだった。リーが知事である間の百四十七年に、 公共教育監督官としてロバート J. ブレッキン・リッジを指名したことが大きく教育は進歩した。ブレッキン・リッジは南北戦争前のケンタッキー州で教育体系を作り上げたものとされている。1845年アメリカ合衆国陸軍長官ウィリアム・エール・マーシーがケンタッキー州に新しいテキサス州におけるザカリー・テイラーの軍隊を増強するための 民兵隊提供を求めてきた。オースリーは、にべもなくこの要請を断ったが、マーシーが要請してきたという噂が、州民に届くと、多数が志願して出て、テイラー軍を補強するために殺到した。米北戦争の時も、マーシーの軍隊要請に対して、オースリーは、同じように、無気力だった。ホイッ島仲間のジョン・クリッテンレンや、ヘンリー・クリーイと共に、この紛争を、 ポーク氏の戦争と揶揄していた。しかし、州内の郵便局員がマーシーの手紙をオースリーに届ける前に開封し、連邦政府が再度軍隊を要求してきているという噂を広めた。1846年5月22日にオースリーは正式に志願兵募集を呼びかけたが、その時までにケンタッキー州の全連隊がすでに編成されていた。リーは 戦争に個人的には反対していたが、マーシーに対する報告書では、ケンタッキー州が要請された勢力の5倍以上に、当たる13,700名の志願兵を集めたと自慢していた。オースリーの知事としての人気は、州務長官、ベンジャミン・ハーディンとの確執で災いされた。ハーディンは、州知事選挙でリーを支持することにより、他の役人任命でも、 O3 の選択に影響力を及ぼせると考えた。ハーディンがその影響力の無さに粉満を募らせるに従って、ハーディと O3 の関係は緊張していった。1846年9月1日、O3 はその閣僚からハーディンを罷免した。その理由はハーディンがフランクフォートに住んでいなかったのでその任務を放棄したというものだった。 ハーディンは罷免の根拠に対する異議申し立てを行い、オースリーがハーディンの後任にジョージ B 近畿移動指名したときに、州上院は30票対8票で、修務長官の職は空いていないと評決した。ケンタッキー州高速裁判所はこの判断を指示した。ハーディンは自分が指示されたと分かった後で辞任し、オースリーを援護主義を実行しているとして告発した。 1850年のケンタッキー州憲法では、州知事が州務長官を罷免する権限を外された。オースリーは知事任期が明けると、ダンビルの農園に引退し、そこで1858年に妻が死ぬまで生活した。その後子供たちと生活し、1862年12月9日に、死んだ。ダンビルのベルビュー墓地に埋葬されている。 ケンタッキー州オースリー軍は、オースリーの栄誉を称えて命名された。政界に出た初期に住んだゲアリード軍の居宅である、プレザントリトリートは、アメリカ合衆国国家歴史登録罪に指定されている。ありがとうございます。